長井市。長井市は山形県の南部にある人口約2万8000人の市。春から夏にかけて市の名物である桜、筒子、あやめが見頃となる。キャッチコピーは水と緑と花の町、長井。市の北西端は大旭日岳があり、地域の西半分ほどを朝日山地が占める。市の東部にある盆地は長井盆地と呼ばれ。 長井市の市街地がある。市の東から流れる、西条川に、飯出山地から北上する白川と、旭山地から東進する野川が合流し、水量を増して、市街地付近を北に流れる。気候は、盆地のため寒暖差が激しく、降雪量が多い。東西の大玉郡を合わせた大玉地方は、戦国時代には、全体が、長井層と呼ばれていた。このうち、 米沢市周辺を上、長井、現在の長井市周辺を、下長井と呼んだ。米沢市の上、長井地区、旧南大玉幕城長井村はその名残である。地方斎藤の残高地方斎藤の合計327億2600万円。連結会計ただし負担割合が不明な。 広域病院分239億4000万円は一切含まない数字を置いたま公域病院組合を運営する西二条にとって公立病院財政問題は大きな課題である。長井は最下三河州運の港町として栄えた商工業都市であり、その点で周辺部とは異なる。つまり江戸時代までは日本の機関交通は日本海経由の周運であり、 日本海に面した一大海運航であった佐田から西条川を経由して米沢に至る周運ルートの終着港が長いであった。すなわち米沢藩の交易港都市であった。現在でも続く製造業としては長井紬が有名である。その名残は現在の長井の産業にも影響しており農業や農産物加工などの他に商業、工業が発展してきた地域である。 工業に関しては、第二次世界大戦前に当時としては珍しく、自治体挙げて、東京芝浦電機、現、東芝の誘致に成功し、その後、東芝の企業城下町として、電気機器関連産業が発展してきた。その後、1980年代以降の円高と、大企業の海外シフトに伴い、東芝の分社化、関連企業の撤退、倒産など、 長井市の製造業を取り巻く環境は厳しさを増した。こうした中で、長井工業高校と長井市商工観光課、地元製造中小企業、長井商工会議所が連携し、人事育成と地元での雇用創出の取り組みが行われ、全国的にも注目された。現在では、製造中小企業の若手経営者が連携し、従来からの製造品目である工場、 自動化機器類の今後の方策を調査、研究する試みと、地域経済の活性化を目指して、ロボット産業について取り組んでおり、2006年度、ロボ安全国大会の招致に成功した。なお日程は9、16土曜日が予選、9、17日曜日本戦、推定参加ロボット140体、推定参加人数300名程度である。また、 マイクロマウス大会が1987年、昭和62年より毎年開催されている、工術。市内に本社を持つ共同薬品工業は、農協系の置き薬メーカーである。一般の薬店での市販はされていないが、農村部での知名度は高い。長井市は、現在でも大玉地域の商業集積地であり、流入客数が多い。ただ、近年、 郊外型大型店舗の出店が市内郊外部に進み、中心部の空洞化が懸念されている。また、道路網の整備、自家用車保有の進展により、近隣の南陽市や山形市、あるいは仙台市への買い物客の流出も指摘されている。長井市はこの地域の政治や経済の中心であったため、以前から病院や医院も数多く存在してきた。現在も、 個人委員や診療所などが市内に数多く開業している。周辺自治体、長井市、南陽市、川西町、飯出町と共同で平成12年11月に公立大玉総合病院及び救命救急センターが隣接する川西町に設置されている。そのため、従来の長井市立病院は公立大玉長井病院と名称変更され、 サテライト医療施設として統合再編された。長井市は山形鉄道第3セクターの本社所在地で市内に山形鉄道フラワー長井線の駅が多数ある。中心となる長井駅までは山形新幹線赤湯駅から約30分である。鉄道作家宮脇俊蔵の作品時刻表昭和市第13章米坂線109列車は 今泉駅で終戦の玉音放送を聞いた体験が描かれている。また、映画、スウィングガールズでは、山形鉄道そのものが、ストーリーの中で重要な役割をしている。また、2006年、平成18年8月には、大学生がデザインした萌えキャラクターを使用した図が、販売された。長井氏は、西大北地域の中心市として栄えてきたこともあって、 市内には三社のタクシー会社があり、公共交通の一端を担っている。また、地域随一の飲食店街としても有名であり、そのため来航運転サービスなども充実している。長井市では、長井市観光協会、長井商工会議所などに加え、各種 NPO や市民団体、グループなどが催し物や祭りの企画、運営、主催などに参加しており、 市民参加型の行事が多い。現地での観光情報に関しては、長井駅や市役所、第二庁舎内の観光振興課、タスパークホテル内の観光協会や2階にある地場、産業振興センターが詳しい。また、山形タスブス山間では長井だけでなく、大分町保全域の土産物を販売している。このほか市街地には珍しくかやぶき屋根の民家及び消家が、 複数残されている。また、江戸期に建築された蔵も相当数残されており、最上川周運で栄えた面影が今も残る。これらが2018年、平成30年2月12日に文化財保護法に基づく重要文化的景観、最上川上流域における長いの長場景観として選定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。